願いします。よろしくお願いします。ご覧の通りですね、さまざまな人種が混在しているちょっと珍しいグループなんですが、日本人とインドネシア人の混合のバンドとしてやらせていただいてます。デラスカルパーニっていうのを後でまた話しますが、インドネシア語のチーム名です。バンド名です。今から2曲続けて、インドネシアの曲をお届けいたします。じゃあ歌わせていただきます。
皆さんこんばんは。今インドネシアの曲が2曲ほど続いたんですけれども、後ろでポコポコと太鼓のようなものを打ってたのをご覧になった方もいらっしゃると思うんですけれども、これレバナって言いまして、インドネシアの太鼓なんです。太鼓というか、これに鈴のついたものがありまして、レバナというのはタンパリンといった意味があるんですけれども、これは太鼓として今使ってます。ドラムセットを使うといいんですけれども、ちょっとウクレレがどうしても負けてしまうと、そんなのがありまして、このレバナがちょうどぴったりで、これ日本に入れたばっかりのものでして、大阪のリバイブギターズさんでしか手に入りませんので、ご興味のある方は後ほど、どうぞ、お問い合わせください。でですね、このレバノを使ってちょっと皆さんと、お遊びをしたいと思いますので、ちょっとご協力ください。じゃあ矢野さんの方からお願いいたします。皆さんこんにちは。ナマスター。今ご紹介がありましたレバナっていうのがこれです。インドネシア語では先ほどありましたタンバリンなんですけど、どう見ても太鼓なんですね。これは複数の人数で叩きます。で、違うリズムをそれぞれ叩いて一つのリズムとして楽しむというような楽しみ方をインドネシアの方はしています。で、それもぜひぜひ皆さんに参加していただきたいので、手拍子で、ご協力をお願いします。じゃあ2つのリズムでやってみますので、まずこちらのエリアの方はこのリズムをお願いします。手拍子お願いします。タン、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 タン。はい、ありがとうございます。じゃあこちらのチームの方はもう一つのリズムをやります。またお聞きください。
I'm not afraid to
でいよいよ最後の一曲となりました。待ってしまいました、はい。実はですね、私たちの、グループ名はラスカルプラーニという名前なんですけれども、これはインドネシア語で虹の戦士という意味です。で、私たちがこのチームというかグループをですね結成したのは、このリバイブギターのでみんなで初めて知り合ってウクレレをですね始めて、そこでもう輪がどんどん広がって至っておりますという感じで、すごくこうゆるゆるっとリバイブギターさんの方にフラフラーと足を運んで、ウクレレ触ってみるって矢野さんからって、はい、お誘いを受けて、ママとウクレレにハマって今に至るということなんですけれども、で、まあ、さっき説明していただいた通り、ラスカル・プランギっていうのが、虹の戦士たちという意味で、私たち、まあ、インドネシア人も来たり、あと福岡から来てたり、東京から来てたりということで、最初原点はリバイブギターズというギター専門店だけど、ウクレレも売ってる、レバナも売ってる、太鼓も売ってるっていうお店からみんなで出会って、今こうやって音楽でつながって、さまざまな虹色のメンバーで活動させてもらってます。で、今日はそのキラキラした虹のようなこう、ね、勢い、雰囲気、夏の感じを感じ取っていただけて、皆さんの夏の思い出の片隅にちょこっと入れたら嬉しいななんて思ってます。はい、ということで最後1曲聴いていただきたいと思います。私たちの出会いの歌でもあります、ラスカル・プランギー。